セミナー中に時間内に回答できなかったものこの youtube 動画で回答させていただきます皆さんこんにちは竹林です今日も youtube 動画ご覧くださりありがとうございますさて私先日散歩ラボのセミナーを行いましたところたくさんの質問いただきましたセミナー中に回答すべて行う予定だったのですけれども時間の都合もありまして回答しきれない部分がありました 時間内に回回答答でででききなかったたもの、こののこ YouTube 動画で回答させていただまます。まず1つ目の質問です。ずつ目質問メンタル不調の方は検診結果が悪い場合が多いのですがなかなか生活習慣を改善してもらえず言葉の言い回しにも注意しないとメンタル面が悪化してしまいどのようなフォローをしていいのか困っています効果的な方法を教えていただけますと幸いですメンタル不調の方というのは理性がとても枯渇している状態です その方に対しまして抽象的なメッセージを言ってもなかなか動かないです。生活習このしっかりというものが分かりにくい何をどこまでやればいいのかが分からないそしてたくさんの情報をあれもこれもと言われたとしてももう何をどうしていいのか分からなくなりやすいですそのためにこれぐらいは最低できるだろうという明確なものを一つだけに絞る。 といいううものはいかか。がでしょうか例えば私の場合後ろ見えてるでしょうかね扉にスクワット1回と書いておりますここを通る度にスクワット1回行います皆さんもお分かりかと思います1回スクワットを行うと5回10回とやりたくなりますスクワットやらない理由それは1回目をやらないからですその結果私は毎日50回ぐらいスクワットをやります まずはどんなに調子が悪くてもスクワット1回やるといったものすごく低いゴールを相手から言わせるということを提案してみてはいかがでしょうか竹林家で使われてるナッチ他にもありましたら紹介してください我がが家でではいろろんなところでナッチが使われております特に私マッサージチェアに座りますとそこでいろんなことを考えて悶々としてしまいます せっかくマッサージチェアに座ったんだったらリラックスすればいいにもかかわらずくよしくよしてしまうこれすすごくもったいないなですよねそこで私はマッサージチェアに座った時真正面にこのような張り紙をしております。であるならば嫌なことを考えるのを先送りする。 ただ肝心なことに限って先送りしないのであれば先送りしたくなるようなシグナルになる張り紙をしておくこれだけで自分の悶々とした感情も将来の自分に託すまた悶々としたくなったらそれを見るたびに先送りしたくなるようにしてそのうち忘れます自分が嫌な思いをする場所こういうふうなことをするポイントが分かったらそこに貼っておくだけでかなり楽になってきます 検診の結果が悪くてもなかなか受診行動へと結びつかないことが多く苦戦しております血圧が高くても何も症状がないから受診したくないといって受診しない人が多いです効果的な受診行動へ結びつく上手なアプローチ方法を教えてください確かに自覚症状がないとなかなか受診する動機というものが芽生えないものです面倒くさいのは今そしてそれに伴う ベネフィットを受けるのが遠い将来というタイミングのずれがあるものはなかなか今やろうとする気が起きないものです。それに対しましてはもうはっきりとあなたが受けなければ私が困りますというふうにはっきりと伝えればいかがでしょうか。自分が受けないということは正当化できます。でもそのために、 担当の保険士さんが人事課から怒られるということはなかなか正当化できないものです。多くの人が受けてます。あなただけ受けてません。どうしましても日本人は同調バイアスを強く持っております。自分がそういったところで周りの人がみんな受けているのであれば自分の主張というのはひょっとしてひりくつなんじゃないかということを見直す機会になるかもしれません。このリタセ。 他人に目はかけたくないというのと多くの人が受けているという同調バイアスの2面から攻めていくということをお勧めいたします。ナッチの枠組みチェックリストといたしましてイーストというものがあります。イージーアトラクティブソーーシャルタイムリーこの4つが全て入ってなければ有効とは言えないのでしょうかという質問です。イーストが全部入っているというのが理想ですけれどもこれにはジレンマがあります。 というのはイースト全部入れてしまいますと逆に複雑になってしまってイージーシンプルさというものが損なわれてしまいますそのためにどっかで折り合いをつけていく必要がありますイーストというものはネガティブチェックリストのようなものですイーストに反するものがありますと我々の直感というものはそこで行動が止まってしまいますなのでイーストは 全部入れておく。これは理想です。しかし、反するものがあったらそれを取り除く。それだけで行動しやすくなります。イーストの中でも序列があります。まずはイージー、シンプル化することによって阻害要因がなくなって自発的に動きやすくなる。それでも動かない場合にアトラクティブ、ソーシャル、タイムリーを加えることで背中を押す。だからまずはイージーと加工していきます。 イージーを行う前にアトラクティブソーシャルタイムに背中を押してしまいますともう阻害要因だらけのとこに背中を押してしまいますとつまずいてしまいますよねその意味でイージーを最優先といたしますナッチが一番効果的な行動変容ステージについて教えていただきたいです最もおすすめするのは準備期です行動しない人に関しましても無関心期、関心期、準備期とあります準備期を最もおすすめする理由 2つあります。私たちはついつい無関心期の人にターゲットを絞りたくなりますけども、無関心期の人にターゲットを絞るというのは、私は上級編の人以外にはあまりお勧めしません。無関心期の人というのは、まずは人数が少ないです。そして、無関心層の人に対しまして、チラシ、中断介入を行ったとしても、そもそも見てくれないです。準備期の人は、 人数も多いチラシも見てくれますその意味で準備期の人を狙うのをおすすめするこれが一つ目の理由です二つ目の理由です無関心層向けのメッセージを準備期の人に書いてしまうとどうなってしまうのかこれも地獄ですよね例えばがん検診のチラシで「がんとは何なのか」「がん検診はこんなのがあります」というふうなのを書いてしまったら準備期の人たちでも「早く受けさせてくれ」 と考えているのにもう長々と書いてしまっていてがん検診の申し込みフォームが6ページ目に出てきたら最初の2ページ目ぐらいで準備期の人は離脱してしまいますそれよりだったら申し込みたいと思っている人をもう確実に申し込ませるというものに特化した方が良いですナッチは行動変容ステージを一歩踏み出すのにはとても向いておりますその意味で 申し込んでもいいかなと思っている人を確実に取りこぼさないそのために準備期の人というもちろん皆様のリソース人物金時間情報というものが無限にあるのであれば無関心期関心期の人たちに対しましても別のアプローチ方法をするということが理想であることには変わりないです。 しかし、限られているのであれば、まずは準備期の人を取りこぼさないということをお勧めいたします。インセンティブをもらえるのがもう当たり前となってしまった対象者に対しまして、次の介入手段はどのようにしたらよいでしょうか詳しい内容がわからないのですけれども、一般的にインセンティブよりも強い介入手法というのが逆インセンティブ、罰金というものです。雨で動かないのであれば、次は無知というものです。 しかし罰金制度というものが健康介入としてあまり向いていないのであればインセンティブを取り上げるという手法が良いかもしれませんね。最初皆様にインセンティブの権利を与えてこの期間内に皆様がやらなければ権利が消失してしまいますよ。 ととすると損失回避倍安と,というものは得られるものに比べまして得られなくなった時のストレスというものを2.5倍強く感じるという心理傾向例えば皆様が商品券をもらった時の喜びを100としますさあ使おうかなと思ったらその商品券の有効期限が昨日までと分かった時のストレスは250と感じる。 これが損失回避バイアスです。人間、権利を失うというものはストレスを感じるので、まずは皆さんがやってみないと権利を失いますよという形にしてみるということを試してみてはいかがでしょうか。今日の話はここまでにいたします。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。